弾丸論破もめちゃくちゃ好きよ。弾丸論破はキリギリ京子の私母親だと思ってるから、自分のことね。そう、キリギリ京子の母親としてのあの人生を全うしてるって思ってるから、うん。なんか頭がおかしいやつだなみたいな感じに言わないでくれるみんな。超高校級の母親いないだろ、母親超高校級の母親ってベイビーが生まれてるってことか。いやこれね、あのスバル先輩にも話して、おめえ頭おかしいわって言われたやつなんだけど、弾丸論破のそのキリギリ京子ちゃんと、あとキリギリジンさんっていうね、京子ちゃんのお父さんがいるんだけど、あのその2人のあの同人誌をあの母親っていう、あの母親だと思って買いに行ったことはある。自分はキリギリ京子の母親であり、キリギリジンの妻だっていう気持ちで買いに行った。あ、でもあれだよ、同人誌って言ってもそのエロの方じゃないよ、うん、ねえ、それを言ったら、お前本当頭おかしいよっつって言われた。いや私キリギリ京子の母親なんで、キリギリ京子についてのことが書かれてある同人誌は結構あの母親目線で買いに行ってたんですよねって言ったら、何を言ってるんだお前って言われた。それはスバル先輩が正しい。母親目線で買うってどういうこと。いやあの なんていうの、いや同人誌 買わせていただくじゃん、で読むじゃん、読ませていただいて、あ、そういえば京子ってこういうところがあったな、わかるみたいな、わかるって思ってそのままあの妄想しながら寝るんだよね。めっちゃ母親、そうや、母目線で見てるから、会計するときに母ですって言うのかと思った。そんなさ、ちょおかしいことはしないよそんなね、うん、静かに買いに行きますけど、うん、それは違うよ、うん、この話ホロライブエラーより怖いぞ、そんなわけないだろ、ホロライブエラーの方が怖かっただろう。